今回はメイコーチに下回転全面オールフォア打ちでやるところのポイントを解説してもらいます。よろしくお願いします。お願いします。相手はのボールに対してオールにフォアのドライブですね。足の微調整が大事ですね。特に右足です。右足をボールの位置を同じ方法で入れて、そこから腰と前腕を力でボールを飛ばしています。ここだけど持つ の角度ですね。立ってるよりやっぱちょっとかぶせる感じですね。で手首を少しだけを外側 に寄せて、でフォアをドライブ してます。でグリップはあまり深すぎないようにですね、の遠心力によってボールの威力とか伸びが足りないので、最初に緩く逃げてます。股関節を下に置いて打つ瞬間だけをギュッて強くを逃げてボールを飛ばしてます。打つ瞬間はやっぱり右足の力がすごく大事なので、ちょっと一瞬をその踏ん張りを使ってボールを威力を出します。あまり大きなバックスイングはまあしないように、コンパクトでボールの安定性と回転量を両方あるように。足踏ん張っているところとボール触る瞬間のところとこの止めるところ、同じタイミングですか？まあ、大体同じのタイミングで打ってますね。例えばボールがと体の方がすごく近くなった時には、ちょっと体が先にシュートドライブになる時にはずれる感じはありますけど、普通のドライブだったらまあ同時にいってます。ちょっと開くようにってあったんですけど、はい、じゃあ普段バックグリップの人も、はい、まあ、フォアで狙いに行く時はまあ開いた方が威力出しやすいってことですかね？そうです。実際はこう、まあ、若干バックのグリップを逃げてます。逃げてるんだけど、ここは余力にして、あとはその手首を少し外側に逃げるによってフォアハンドも質高いボールも振ることができます。うん、なるほど。じゃあバックグリップで固まってるんじゃなくて、はい、まあ、力抜いて調整してやることで、はい、まあ、コンパクトに振りがしつつ威力も出して、はい、で回転も増やせるから安定すると、はい、まあ、いいことずくめということですね。はい、これやるときには一つは足の細かいの動き、あとは自分の目線ですね。目線はなるべくをこう低くすることですね。低くするよって打球点はこう速いの打球点でこう打つの方がおすすめですね。まず自分の目線を低くして、でラケットはたくさん下に下がらないで、うん、まあ、同じように上からインパクトを強くすることです。次のドライバーは頂点が頂点の前で打つですね。落下点はしないようにしてください。腹筋が疲れてる。あ、初水泡が入るときには腹筋結構使うんですよ。うんうん、あ、今のはあの微調整してるところは小水泡なんですね。そうですね、今は小水泡だから、すごい靴の音がもうキュッ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 ってなってましたよね。には私は今小水泡と交差法両方使ってます。ああ、なるほど。回り込みどっち来るかな、やっぱちょっと回った状態でちょっと遠いところに来る時には足交差してますね。腕のフットワークと足の使い方入ってます。そうです。一つだけじゃない、サイドステップ、小水泡、サイドステップ、小水泡、交差法、小水泡、サイドステップ、なんかすごいです。はい、あと踏み込みとか、うん、
ろいろもういろんな混ざってる感じですね。早いピッチを打つときにはもう自分が打った後にこの次のボールが来るから、だからこの練習するときにはこう振りすぎないんですね。取ってピュッて止める、体を止める感じですね。やっぱ普段もそういう練習意識しないと振りすぎて次相手が返したボールが自分が間に合わないから、だからこうしっかりを体の前に止めてくる、力を止めること。ボール触った瞬間はもうほぼ止めてる、全面畳んで止めてる感じはあるんですね。全身の力、ボール打つ瞬間になんか爆発して触ってる感じはしますね。いろんな球出し何個かやってもらったんですけど、ちょっと初めて挑戦するときは、まあ、ピッチもちょっと緩くして、例えばその全面じゃなくて3分の2にするとかってやって、少しずつこう強度上げていった方がいいですかね。メイコジのやつは結構ランダムで出してたんだけど、あの本当にフォアからいきなりバックとか、あ、そうですね、バックからいきなりフォアとか、はい、最初それやると多分結構うまくいかないですよね。本当は最初は少しずついった方がいいです、ちょっと一回見込みしよう、優しめに、優しめにで、コースは決めないんだけど、コースからこういう感じでトン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 少しずつずらしていく感じ、そっちの方が多分つかみやすい、右足とボールの位置を合わせる練習かな。はい、はい、で、こういう感じ、少しずつ、はい、少しずつ、今後ろジュニアの子たちもこういう練習やってます。今度少しずつ、メイコジがさっき日本人のやつはもう結構もう上級、そうですよね、そう、ある程度それができるようになってからもちろんラウダーも向かいます、はい、そして交差法がない感じで、ああ、そうそうですね、確かにそうですね、はい、うん、してないですね、はい、最初は腰ちょっと優しめからスタートするといいと思います。いきなり、はい、あのメイコーチと同じことしたらなんか転ぶかもしれない、そう、心折れそうだなと思ってかなり練習きついと思うんですけどもぜひやってみてください。以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。こう打った後こう一歩で行こうと思えば行ける距離ですよね。行こうと思えば行ける距離だと思うけど、大きく一歩で行けるような距離を要は2個2個ピシュピシュってことですか。はい、で打ってピュッシュで打ってピュッシュで足を絶対開いてままの状態で動くんです。絶対閉じないように、足と足の間隔が狭まらないように、はい、そうです。また見てね、再見。